自動車や船舶、建設機器、さらには福祉や住宅関連まで直接目にすることはできませんが、とても重要な製品を作り、私たちの生活に密接に関係し、インフラの下支えをしている企業があります。ものづくりっていうのは、やはりそのものができた時の、達成感ですね、常にどうしたら安く楽に早くできるかっていうのを、失敗を恐れずに本当に何でもチャレンジしてほしいと思います。ハイレックス宮城は国内および海外に計47拠点を持つ株式会社ハイレックスコーポレーションの拠点の一つで、宮城県栗原市には2018年に竣工したばかりの新しい工場です。こちらでは主にトヨタ車の部品を生産しています。自動車のパワーウィンドウを開閉する部分のケーブルや、トランスミッションのケーブル、シート部分のケーブルなどを製造しています。新しい工場ということもあって、社員も若い面々が揃っているようです。平均年齢は29歳となってまして、非常に若い社員の方がたくさんありまして、活気あふれているというか、毎年ですね、高卒の方を採用の方させていただいてます。皆さん本当に素直で真面目で、本当に即戦力になって助かってます。はい。社員一人一人の意識や責任感、チームワークが強く、自分たちが会社を作っていくんだという気概をとても感じます。自分は小さい頃からものづくりが好きで、製造業に興味があって、この会社を見学したところ、魅力を感じてこの会社を志望しました。先輩たちがとても優しいので、自分がミスってしまって、すいませんみたいに謝ると、自分も確認不足だからみたいな、自分の責任だけではなく、ちゃんと先輩たちも自分も悪かったと認めてくれるところがとてもいいと思います。やっぱり新しい社員が来たら、厳しく行くんではなく、優しく、みんなが明るくできる職場などにしていきたいと思っていますね。もともと物を作ることが好きなのもあって、人と話すことも結構苦手なんですけど、工場長や事務の方がすごく話しやすかったので、ここなら私でも働いていけるかなと思って決めました。自分の作ったものが実際に使われて人の役に立っているということを考えると、とてもやりがいを感じます。力とか体力を使う仕事が多いので、やっぱり疲れてくると、どうしても作業スピードが落ちてしまったりとか、注意散漫になってしまったりするので、そこを集中力を保つのが結構難しいなと感じます。今はまだ作業に必死で、知識があまりつけれていないので、しっかりとした知識を持って、頼られる人、任される人になりたいと思っています。工場見学をした際に、社内の雰囲気がとても良かったので、ここに入社しました。設備の調整や修理、設計業務などをやっております。私は今仕事を教えてもらっている先輩方を超える技術者になりたいと思っています。社員が全員一丸となって会社の目標を達成できるような会社にしていきたいです。本当にこのハイレックスはですね、年功序列とかでなくて、本当に実力のあるできる人っていうのが評価されていきますので、自分がこのハイレックス宮城を背負って立っていくんだっていうふうな強い気持ち持っていただいて、引っ張っていってもらいたいというふうに思ってます。ものづくりを通し、会社も一緒に作っていく、そんな一助を担う職場で働いてみませんか？